ね。それから、まあ、8週間以内に株主提案をすることと、法律になりますね。閲覧については、まあ、その今日、現在、僕が株主であれば閲覧できると、そういうふうなルールだと思います。これ、少数株主権の行使の個別株主通知すると、そうすると、例えば、今日買ったとすると、ゼロという報告に行くんですよ。ね、わかりますか、意味が。ええ、もらいます。ね、ゼロっていうのは、今日買ったからね、今日は株主なんだけども、ね、昨日は株主ないわけです。ですからゼロになる。まあ、ある会社さんはね、あんた株主でないのに、不当な要求してるって言って、弁護士から脅迫だと。そういう手紙が来ました。まあ、これは制度の欠陥なわけですね。当社の場合には、まあ、何の問題もないから、当社の請求があればね、これについては、まあ、うちは、3000円要求しますとね。あらかじめ世直してくださいと。で、当然本人確認のために、まあ、本人が来て申し出れば、その時にお金持ってきてもらうか。あるいは、まあ、それができなければ、お金を払い込んでくださいということで、まあ、こういうトラブルになるわけです。まあ、閲覧については、今言ったように、まあ、そういうふうな、